大統領から君の評判は聞いていたよ。俺もだ。30年来の盟友だそうだ。本当かね、大統領の死に君たちだけで立ち会ったというのは。何が言いたい。何って、もう分かっているんだろう。自分たちがこのテロの容疑者だと。何ですって。ハーパー捜査官、テロが発生する直前、君は任務を放棄し大統領を無防備な状況に追いやった。そんな行動を取ったら疑われて当然だ。ふざけないで。あなたが仕組んだことじゃない。何を根拠にそんなとんでもない言いがかりをつけるのかね。私は国家安全保障担当の大統領補佐官。私の仕事はテロを起こすことじゃなく防ぐことだ。嘘よ。エレナ、自分たちの潔白にそこまで自信があるのなら今すぐ私の前へ出てきたまえ。あいつ許せない。本当の地獄はここからってわけだ。レオン。オッケー。俺たちは同じボートの上にいるってわけ。つまりはパートナーだな。嫌がおでも。何だっていいわ。シモンズを倒すのなら。ここもシモンズと関係あるの？この上に奴の研究所があるところから見て、そう考えるのは自然だな。あのエイダって人は信用できるの？それは難しい質問だな。何か訳ありね。悪趣味なデザインね。これはさっき教会で暴れ回ったバズだ。死体は死体らしく死んだろ。まだやけどしそう。あっという間に丸焼けだな。別の道を探そう。何か書いてある。一族の証を示せですって。一族の証って指紋付けのか。そのようね。
どうせろくなものじゃないんだわ。でも証ってなんだろう。またエイダのくれた指輪がある。指輪？いつの間にもらったの？ビンゴだ。サンキューエイダ。エレナ、行ってくれ。オーケー、レオン、行って。レオン、進めないわ。そっちから開けられない。よし、調べてみる。アンケルスの感想は？もうゴリゴリよ。先を急ぎましょう。ここはロストワールドか？急ごう。シモンズに何もかも任せる。そうだ。デボラーの仇を取るまでは休んでいられない。うるさいな、おだわり。
こういう仕掛けがあるんだから、人の出入りはあったんだって。ああ、外へ出る道があるのは間違いない。分かってるよ。役人だな。エレナ！クソ！Thank you.
気をつけて、まだ奴がいるわ。よし、上がれる場所を探す。この鉄格子、なんとかならないか。ちょっと待って、やってみる。あれで上げられそう。まさか滅菌作戦、証拠を消し去ったわけか。そんな、二人とも無事なのね。シモンズはどうした？あなたたちと話した後、慌てて出てったわ。クソ、どこへ行ったの？誰かと電話で話してたけど、イライラしてたみたい。行き先を突き止められない。安心して、尾行はつけてある。今空港へ向かってるところよ。プライベートジェットで中国へ向かおうとしてる。中国？そうよ、これを見て。何があったの？新たなバイオテロよ。使われたウイルスは半年前に東欧で確認されたシーウイルスと呼ばれるものらしいわ。シーウイルス？ここで見たものとそっくり。今すぐシモンズの身柄を確保しろ。無理よ、何の証拠もない。それに今はあなたたちの方が追われる身なのよ。そんな、なあハニガ、死んだことにできるか？俺たち二人。どういうこと？できるけど、すぐにバレると思うわ。でもどうするつもり？中国へ向かう。